どうも、しこいばです。今週行われる G1 菊花賞の最終予想をしたいと思います。僕の本命は、ノッキングポイントです。前走のね、新潟記念は終始ね、内をロスなく走っての勝利で、展開も向いたので高い評価はできないんですけど、2走前のダービーでは 0.2 秒差の5着と最後までね、差し足伸ばせていましたし、勝ち馬とね、差のない競馬で、まあこの世代ではね、能力上位の馬だと評価しています。そしてこの一戦ではペース遅くても折り合い問題なく走れてたんですけど、前走はね、折り合いに不安を見せる走りで、まあ、やっぱり距離延長は不安要素であると思っています。確かに血統だけ見たらね、まあ、ベストな距離は 2000m とかの中距離だと思うのは当然だし、まあ、距離がね長いっていう意見もねこう耳にしたりしますけど、僕個人的にはね、追走力の高い馬ではないと思っていて、距離が伸びることによってポジション取りは楽になると思いますし、スローからの上がり勝負であれば、距離はごまかせると考えているので、今回のね同世代同士であれば十分通用すると考えているので、そこまで僕は気にしていません。この馬のね強みとしては、前目から上がりを使える上に末脚の持続力の高さが武器で、京都は合うと思っています。今回ね、構想するにはタスティエラの真後ろにくっついて早めに抜け出すタスティエラを目標にして捉える競馬が理想です。トップスピードではね、やはりちょっと上位陣とね比べると足りない馬なんですけど、まあ、京都の下り坂をねうまく利用して加速してほしいです。最初追い切りではね、柔らかいフットワークで伸びのいい走りができていました。上積みほどとはいかないんですけど、まあ、前走のね好調をキープしている状態でしょう。文句なしの本命馬とさせていただきました。対抗はソウルオリエンスにしました。前走はね、直線で大外を回すロスがありながらも、勝ち馬とね、差のない2着と、折り合いも問題なかったですし、仕掛けてからの差し足は抜群で、やはり世代トップの能力の高さと改めて感じるレースでした。2走前はね、位置取りの差で負けたと思っているので、勝ったね、タスティエラとそこまで差がないと思っています。右回りだとコーナーで膨れる点は気になるけど、高い瞬発力は今回の舞台の方が生きると思うし、まあ、血統的にも、今回距離が伸びても全然大丈夫そうなので、まあ、距離面に関してもね、不安はない馬です。道中はね、なるべくロスのない競馬に徹して、ラスト直線多少外を回してもスムーズに加速できるようなら勝ち負け期待できる一頭だと思っています。3番手評価はハーツコンチェルトにしました。前走はスローで前有利な中で、この馬にね、向かない展開で、大外をね、回すロスもあって、それでもね、勝ち馬と差のない競馬で着差以上に評価のできる内容だと思っています。左回りの東京がベストな舞台だと思いますが、右回りでもね、展開などに恵まれないながらも強い競馬ができていますし、京都への適性は高そうです。3番手評価とさせていただきました。まあ他にね、買いたい馬は、まあ、前走ね、後方に控えて鮮やかな差し切り勝ちで、現在までね、4連勝中と勢いあって、長距離のね、ルメール騎手は心強いという理由で、ドレッツァーだったり、まあ能力はね、やっぱり世代トップクラスで、スタートさえ決まれば、構想期待できるタスティエラや、前走はね、鞍上の好騎乗があったものの強い内容だったし、今回いい枠に入ったトップナイフも買いたい。で、最後に YouTube ショートでも紹介したけど、前走はね、まあ、切れ負けして6着っていう風に敗れたけど、まあ、ラストね、ゴール後も伸びていたし、距離が伸びて良くなりそうなウィン・オーディンかな。以上がね、菊花賞の最終予想でした。ちょっと驚いた、ウィン・オーディンは。うん、あ、ほんま？ミュラー？ミュラーに。ミュラー？だね。いや、でも、12番人気ですよ。まあね、人気はそうなんだけど。いや、ちょっと単勝と副賞はもう買おうと思う。え？買います。単勝と副賞はちょっと買います。もう、今年の三浦と、今年の菊花賞は、ちょっと三浦と一緒に泣こうかな。おー。いや、これでマジ勝ったらえぐいけど。なかなか終わらないんじゃない？予想を。いや、でもどうかね。ウィン・オーディン。3着とか。はありそうよね。やっぱ結局みんなが買わん馬をもう買わんとね、やっぱね、勝てんけね。ちょっと今回は、ウィン・オーディンと、ちょっとね、まあ、心中は言い過ぎだけどね、まあ、そうそう、ね、単服。ちょっと、そう、ウィン・オーディンにはとりあえずもう、ウィン・オーディンは確定で、単服はちょっともう買っときたいな。うん、応援の意味も込めて、うん。ちなみに、どう？ウィン・オーディンはさすがに買わん？紐で、3連勇気が出れば買おうかな。まあね。で、うん、
まあ、普通に安牌に当てに行くんだったら、まあ、マジなやつでね、もう俺がそのチャンネルのさ、その何登録者とかそういうのも気にせずに、本当になんかもう当てたいだけだったら、シンプルにソウルオリエンスとタスティエラの二等軸でいいんじゃない、うん、そう思わん、ぶっちゃけ。うん、いやで、紐にルメールのドゥレッツァとか、あ、そうそう、川田とかね、それとか入れた、あれか、微妙か。まあ、去年痛い目見とるけどね、俺。そうかいね。うん、出遅れて、最高。まあ、別に川田のせいじゃないけどね。スコーピオン違うか。いや、あれだよ。ベローナシティかな。まあ、覚えてないと思う。もう、ま、一瞬で終わった喫箇所はね、俺。なんか言ってなかった。一瞬で終わった、俺、みたいな。そうね。まあ、でも、結局、その、川田に回ってくる馬が、いい馬じゃないけ。久々にこう、長距離でも活躍できそうな馬が回ってきたわけよ、川田に。で、ねえ、もう、乗りに乗ってる川田やろ、うん、まあもう、綺麗よね、うん。だったらさ、結局1、2、3番人気で決まるじゃん。うん、また硬いよね。結局硬いよね。ああ、でも去年ちょっとあれとるし。去年はね。でも去年は。1、2、7番人気。いや、そうよ、そんなもんよ、うん。ジャスティン・パレスとか。でも、去年何が違うって、去年は、ダービーバーと、サツキ・ショーバーがおらんかったんよ。じゃけ、おらんかったやん、ドーデュースとか。あ、弱かったね。そうそうそう、なんか結構微妙だった。今回は、ダービーバーも、サツキ・ショーバーも出てくるやん。いやー、まあ普通に行けばね、もう本当に冷静に考えておとなしく、もう、そう、大勝ちするっていう、大勝ちしたいっていう欲を捨てて行けば、まあ普通に順当にソウルオリエンスとか、まあタスティエラ二等軸なんだと思うけどね。まあタスティエラは、その分、モレイラだし、あの、そう、レーンだったら買っとったって人多いと思う。うん。うん、だし、ね、まあ買うんだろう。買うけど、うん。だし、まあその、休み明けから直行ライン。で、その、ダービーからは菊花賞なわけよ。で、その、一回も疲れない。ずっと夏休みで、いきなり出社するみたいな状態ね。5ヶ月間。そう。5ヶ月間ニートで、ちょっと言い過ぎやけど、ちょっとちゃんと運動しとるけど、それでもいきなり働いてくださいって言われるもんだけど、まあ、きついじゃん。でも先週もなんかそのやつおったよね。いや、先週はそんなもんよ。だって、リバティアイランドとかもそうよ。ね、いや、ま、結局あんま関係ないっち関係ない。ちゃんとやっとけば。だけ、まあ、俺も、スタートさえも抜群に出てくれて、ね、ダービーみたいな競馬ができれば、もうタスティエラもね、十分高速期待できるよ。ちなみに、ノッキングポイントは余裕があれば。余裕があれば。余裕があれば。北村、うん。こうじゃっけ。いや、うまいジョッキーよ、一応。うん、なんかたまに、うん。来るよね、うん。うまいジョッキーよ。名門藤沢厩舎のね、あの、なんか、デカワかな。イメージだけど。え平場で来るイメージ。ああ、ほんま。いやいやいや。もう前走も勝っとるけどね、しっかり新潟記念。いや、でも、キトさんバックで勝っとるけど、1箇所。いつのって。いや、なんかさ、最近めっちゃ思うわけよ。その、ほんまに、その、当てに行った方がいいんかなと。いや、もう、思ったやろ。またノッキングポイントなんか選んでと思ったら、また穴馬選んでて。お子さんらしいなと思いました。いや、らしさ。あ、まあ、らしさで言えばね。でも、あれじゃない？もう。これでこそ四股さんですとよく見る。最近見んけどね。まあ、タスティエラにしとけばいいとかって思ったやろ。まあまあ、いや、おとなしく。強気にね。まあね。まあね。そう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 。やっぱ常にこう、やっぱ穴というかね。やっぱこう、絶対、やっぱ1番人気、2番人気、3番人気が勝つと思ってないけど、俺は。そうじゃん。うん。それもそれで全然いいと思う。うん。最後に笑うのは俺よ。うん。いや、ほんまに。うん、ほんまに。最後もう、嫌っときゃいいよね、ノッキングポイント。距離がダメじゃとかね、モーリスじゃけダメじゃと。最後。嫌っときがね。そうそう。ドカンと。最後に笑うのは俺よ。うん。そういうことよ。それじゃあ、また次の動画で会いましょう。ありがとうございました。いいね。